雄介が3人の男たちに誘拐されてしまった。桑原はボタン、クラマ、ヒエを伴って指定された場所へ急いだ。待ち受けていたのは特殊な能力を持つ男、カイト。彼のテリトリーの中では力技は使えない。言葉のゲームで勝つしかないのである。タブーのパワー、クラマの頭脳。そう、そうなのだ。あの家の中では熱いと言ってはいけないのだ。もし言ってしまうと。そうです。はい。聞いて驚け。比叡のように魂を抜き取られてしまうのだ。雄介を誘拐するところといい、奴らなかなかのやり手だぞ。目が離せませんね。何遍言わすんだ。いくらあがいても無駄だって。どうやらあんたの仲間の一人がうちらのテリトリーに引っかかったようだ。どういうことだ。ま、後でゆっくり教えてやるよ。別に黙ってる必要はねえんだよな。タブーさえ言わなきゃいいんだろ。楽なもんだぜ。クラマ、あいつのことを教えてくれよ。一体どういうやつなんだ。カイトユウ、俺のクラスメートで、入学当時から飛び抜けた知能指数で話題になっていた。冥王学園始まって以来の天才的頭脳の持ち主だ。それって遠回しに自慢してない？俺、総合テストで一度もあんたに勝ったことないぜ。文系はお前の方が得意だろ。すでに哲学論文や文芸批評の本も何冊か出してたな。いわば言葉のスペシャリストだ。天才若手文筆家ってやつか。人は見かけによらねえな。お、どうも。子供騙しもいいとこだぜ。こんなことであの言葉を言うと思ってんのか。それにしても蒸すな、この部屋はよ。熱帯植物を飼育してるからね。室温27度、湿度 80%、 慣れない人には辛いかな。喉が渇いたら冷蔵庫にいろんな飲み物が入ってるよ。グラスもあるし。まさか自白剤入りのジュースじゃねえだろうな。まずはてめえが飲めや。考えても見なかったな。なるほど。君本当に頭いいな。褒めすぎだぜ。私がやるよ。なんかしてないと落ち着かなくってさ。おやま、結構いろいろ入ってるね。くーちゃん、オレンジジュースでいいかい？ああ、ついでに氷も入れてくれ。ストローもあったらつけてな。もう注文が多いよね。くーちゃん、はい、二人目。なぜだ。クアちゃん、熱いって言ってないじゃないか。やだやだ、しまった。はい、3つ目。
まったく簡単に手に入るもんだね。どうしてだ、どうして桑原の魂が抜かれてしまったのだ。ボタンの大バカはともかく、桑原は熱いとは言っとらんぞ、ジョルジュ。はい。ちょっと巻き戻してみよう。もうここだ。父ちゃん、オレンジジュースでいいかい。ああ、ついでに氷も入れてくれ。ストロー待ったらつけてな。そう、チームも治るやね。と言っとるんだ。ああ、ついでに氷も入れてくれよ。ああ、ついでに。ああ、ついで。ああ、熱い。熱いって言ってますね。言ってる。これありなの？聞かなかったから言わなかったけど、俺のテリトリーのタブーは厳しいよ。それはあとつと。意を続けていっちゃいけないってことなのね。それは意味も意図もない、厳然たるルールなんだよ。なるほどな。魂ってさ、綺麗だよね。女の子が一番俺好みの色してるな。魂だけはさ、鍛えようがないよね。美しく脆い、これに触ることのできるものがちょっと力を込めただけでたやすく握りつぶすことができる。少しだけ引っかいてみようか。少しだけやってみろ。それは俺にとってもタブーだと言っておく。もしお前がそんな真似をすれば、いかなる手段を用いてでもお前を殺す。ナイス。やっと君の素顔が見れたような気がするな。そのポーズがいつまで持つかな。そりゃあのドアの鍵、お前、その鍵は俺のポケットの中にあるはず。バカな。ねえ、一体いつの間に。別に痛くも痒くもなかっただろ。君の胸ポケットからこっそり借りただけだから。そちらのルールさえ守ればこちらの能力も使えるようだな。植物に抜き取らせたってのか。これが奴の能力。三人の魂を大事に扱え。俺が必ず無事に取り戻す。勝たなきゃこの魂は取り戻せないよ。ところでタブーを変えることはできないのか。ん？俺はあの言葉を言わない。君も言わないだろ。このまま何時間座っていてもな。もちろんタブーを変えることはできるよ。実は初めからそのつもりなんだ。君と一対一になったらルールをもう少し上級にしようとね。もし俺にタブーを決めさせてもらえば、45分以内で君にタブーを言わせてみせると断言する。ほう、45分以内で。もし俺がその時間内にタブーを言わなかったら、俺の魂をやろう。ほう。さあどうする。君に有利すぎて少し怖いか。たった今俺の能力を知ったばかりのあいつがどんなタブーを持ち出すか、逆に少し楽しみじゃないか。何も不安になることはない。俺はこの能力に気づいてから、あらゆる言葉のパズルや暗号、果ては言霊なんてものまで研究したんだ。よし、分かった。その条件でいいよ。さあ
君が考えたタブーを教えてもらおう。タブーは一文字、ただし1分ごとに増していく。最初はあ、その次はいと、1分ごとにあいうえお順にタブーが増えていく。まあ使える文字が一つずつ消えていくと言ってもいいがね。全ての文字が消えるまで45分か。やっぱ君すごいね。面白いよそれ。今12時51分32秒。1時ちょうどから始めよう。いいだろう。この家に入った者は括弧内にある文字以外口にしてはならない。ただしこの文字は1分ごとに1文字ずつ消えていく。はじめ。こうして自由に話せるのもあとわずか。もうすぐでアがなくなるよ。もうこの言葉は使えない。いもそろそろだぜ。今のうちにいっぱい言っておいた方がいいんじゃないかい。今いは9回ぐらい言ったかな。最初に張り切るとそのうちボロが出るぞ。5分経ったな。喋れるもんだね。一つの列がなくてもさ。少し間違ったら口にするかもしれんな。ああ、言ってはいけないと言われると言いたくなるもんだ。ああ、イライラしてきた。ご閻魔様。お、え、い、う、え、お、あ、お、か、け、き、く、け、こ、か、こ、じょ、る、じゅ、の、あ、ほー。発声の基礎ができてないね。言葉のやりとりを楽しみません？もちろん。南野、何狙ってるんだ？さてね、すでに察してるんじゃ。なんだ？便所さ。ヤナ、喋るなよ。おっと、俺もカイトのテリトリーにいるからな。注意注意。奴め、何を狙ってるんだ。あと10分もすれば会話はほとんどできなくなる。会話ができなくなる、つまり声を出すことさえできなくなる。読めたぞ。奴の狙いはほとんど声さえ出せなくなってからだ。植物を操れたんだ。あいつまさか一人で奥の部屋へ。いや、それはできないはずだ。この家を作った芸術家とやらは変わり者で、この奥に進む廊下に3つのドアを作っている。2つ目のドアの鍵は俺が、3つ目のドアの鍵は万が一のため隠してある。それに奴は確かに3人を取り戻すと言った。まさか魂だけ持って一旦逃げ帰ったのか。
これは、あの野郎。肉体もちゃんとある。やつは帰ったわけじゃない。やつはこの部屋にいる。蹴りをつける気だ。この部屋のどこかに隠れて俺の油断を狙っている。使える言葉はあとわずか。南野、俺はもう一言も喋らんぜ。何も言わなければ俺の勝ちだ。分かってるぜ。お前の作戦は俺を驚かすこと。悲鳴という方法で俺に声を出させることだ。この部屋の真ん中にいればお前がどっから来ようがすぐ分かるぞ。あと3分。このまま行けば俺の勝ちだ。使える言葉もあと3文字。あと2文字。どこだ、どこから来る気だ。わダメだ。キラとでも言うものなら俺の負け。こらえろ、こらえろ、こらえるんだ。時間がない。俺の勝ちだ、南野。ん？テリトリーは消しましたよ。自分の能力に引っかかって魂が抜けちまうとはな。結果として勝ったが、クラマがいなかったらと思うとゾッとするぜ。しかし元はといや、ヒエ、おめえが魂を取られちまうから悪いんだよ。こういう勝負はね、心理的にタブーを言わなければ勝てると思った方が負けるんですよ。いや、あのクラマが、いや、あんな顔するなんて信じらんない。クルジ、クルジ。一体下では何があったんだ。クワバラたちが来てんだろ。ヒエとクラマも連れてよ。奴らなら必ずここにたどり着くぜ。絶対にな。俺が保証する。その時は覚悟しとけよ。
クラマの起点により海東のテリトリーは崩れた。だがユースケ救出のためにさらに奥へ進む一同の前に、次はいかなるテリトリーを持つ男が立ちはだかるのであろうか。